中畑清の功績がすごすぎるとネット上で話題になっています。この人、このまま行くと横浜の暗黒時代に終止符を打った男、筒香と山崎を一人前に育てた男、宮崎を覚醒させた男、再会になっても残留を望まれた男、日本一決定戦で始球式をした男って感じで伝説化しちゃうな。もうそのうち横浜公園に銅像が立つわ。試合の後、勝っても負けても丁寧にマスコミ対応をしていた姿が忘れられない。ファンや選手を守り抜いてチームへの愛が伝わってきた。2004年のアテネ五輪で倒れた長嶋監督の代わりにチームを引き受けて銅メダルを取った時の姿は本当にかっこよかった。新庄監督と重なるところもあって胸が熱くなる。歴代のどの名監督でも無理だったと思う。この人だからこそ当時の横浜を立て直せた。シドニー五輪の時は厳しい状況だったのに横浜の監督を引き受けたのは大きな決断だったな。今思えばあの選択は本当に正解だった。巨人で愛された選手が横浜でも自力でファンを魅了する監督になった。やっぱりすごい。高田茂 GM と吉田隆司スカウト部長の手腕が今の横浜 DeNA ベイスターズの土台を作ったと言えるんじゃないかな。横浜を暗黒時代から救い出したのは間違いなく中畑監督の功績だろうな。負け犬根性を完全に消し去ったのは中畑監督の最大の功績と言える。どんなに結果が出てもこれをできる監督はなかなかいない。中畑監督が蒔いた種が今になって花開いたんだね。感謝しかない。歓喜は待って、放送の最後はうまく話せなかったけど、そこに監督の真摯さが見えた。感情を抑えながらの解説、あれだけ並べば誰だって熱くなるよ。横浜ベイスターズの再建に尽力した中畑さん、本当にお疲れ様。清の見える丘公園に銅像を建ててもいいかもしれないな。横浜おめでとう。悪く言われていた時期もあったけど、やっぱり本当にいい人だった。絶好調そのまま。初代監督としての功績が大きすぎる。もう銅像を建てるべきじゃないか。優勝で涙している自分がいる。横浜おめでとう。中畑さんがベイスターズの顔になったなんて、まるで王さんが巨人からホークスの会長になったのと同じ。悲願の日本一ついに達成ですね。中畑さん本当にありがとうございました。シーズン中投手陣が崩壊してる様子を見てたから、この優勝は予想外で笑っちゃう。選手を育てる面では最強の監督だったと思う。確かに勝つための監督ではなかったかもしれないけど、落合さんと共演したら勝つって言われそう。シーズンを通して負け癖がついてたチームをここまでの戦う集団に変えたのは大きな功績だよな。始球式でのファンサービスも素晴らしかった。横浜を日本一に導いた、まさに救世主と呼ぶにふさわしい。横浜の優勝は中畑さんなしにはなし得なかった。本当に感謝しかない。挨拶の習慣すらなかったチームに最初に取り組んだのが挨拶のできる環境づくりだったなんて、どれだけ苦労したか想像に難くない。横浜ベイスターズの基盤を作ったのは間違いなく中畑さんだと言えるね。銅像を建ててほしい。再開とはいえ2015年のシーズン前半戦で首位を争っていたのもすごい。人を動かす力は歴代の横浜監督の中でもトップクラスだ。中畑監督の功績があってこその優勝、本当におめでとう。他球団ファンだけどこの人には尊敬しかない。辞める必要はなかったと当時も思ってた。横浜に来るとは思っていなかったけど、ここまで入り込むとは意外だった。谷も巨人から横浜に骨をうずめる人が増えたな。優勝を決めた今日の実況をしていた男も含めて胴上げしたいな。